そうメロンをねそう最近毎日あの夜,夜にメロンを食べてますね時期時期じゃないですかなのでメロンをそうあの送られてきたやつでそれをいっぱい食べてますそうあーメロンいいなーとか来てますね元気です元気ですって来てますおはよかったですじゃあということでね今日も22時半までの30分間よろしくお願いしますではここで 一曲可愛らしい曲をお届けしたいと思いますそれでは聴いてください東京女子流で恋愛中道流れないですねもう一回行きますねそれでは聞いてください東京女子流で恋愛中道 東京女子流で恋愛中ューお届けしました。東京女子流山辺美優のドリーミングブルームまず最初のコーナーはこちらでれん。助けてベイさんわー。<laughs> はい、このコーナーはですね。みんなのお悩みや何か困っていることを私がどんどん解決していくコーナーです。では、早速行きたいと思います。 まず最初にご紹介するのはチーフさんですメールテーマ「助けてべイさん」ということで最近23時前に寝るのに翌日は4時5時に起きてしまいます仕事の日は6時休みの日でも7時起きなのでもう少し寝て疲れを取りたいのに寝ることができません美羽ちゃんは寝る前に何かしていること寝る時にこんなことしているよなどアドバイスがあったらお願いしますとのことです なるるほど寝るの早いですね <laughs> いや私はんか参考になるか分かんないんですけどでも、あのー、寝る前に結構マッサージとかをすると意外と疲れるので意外とね体力使うんですよそう自分のやるってだからなんかそういうので疲れるからまあよく寝れるんじゃないですかね私はよくそれをやってます。あとなんか最近やってるるのは夜寝る前に あの部屋を暗くするじゃないですかその暗闇の中であのホラー系のゲームをしたりあのお化けのこう、ま、よく、ね、見れる動画サイトとかあるじゃないですかみんながよく使ってるああいう動画サイトとかでお化け系ののを見るのにハマってます、ね、いやなんか真っ暗の中で見るといやなんかねさらになんかハラハラドキドキ感が増して楽しいので私はそれをよくやってます。<laughs> なのでねちょっと寝れない日とか是非あのー、部屋を真っ暗にしてホラーゲームとかやってみてください <laughs> 余計寝れなくなりそうってありますねいやでも逆になんか疲れて寝れますよ <laughs> では続いてのメールです続いては吉丸さんから頂きましたさて24歳初のベイさん助けて最近電車が空いてるのでよく席に座ることができます 目が疲れやすいので、電車に乗ったらスマホをいじるよりは外の景色を見ていたいんですが、窓の外を見ていると視線を感じて向かいに座っている人と目がバッチリ合ってしまうことがあります。しかもこっち見てんじゃねえよ的な視線の怖そうなお兄さんお姉さんもたまにいます。誤解されずに電車で座った時に窓の外を見る方法ってありませんか？とのことです。いやーあでもわかりますわかりますこのなんかねこうあれ見てー るると思われてるかななみたいなあ、でもなんか私は気にせずになんかそのまま外の景色見続けるんですけど <laughs> あれじゃないですかあの窓ってでっかいじゃないですか電車のだからなんかこう人の頭のすぐ近くの景色を見るってよりかはそのでっかい窓のほうほんとに上の方ほんとに上の方を見てだからなんかそうしたらあちょっと上見てるみたいな。 そうあ自分のことは見てないんだなみたいなやっぱ思ってもらえると思うからなんか人の周辺ってよりかはもうなんかもうんなんか屋根見るぐらいの勢いの <laughs> ところを見るっていうのはどうでしょうか <laughs> ねぜひぜひちょっと試してみてください <laughs> あでも座りたいんですもんねなんか立ってたらねさあのなんかドアのところ辺にね立っておけばね景色見られるじゃないですか。 そうそうあの確かに逆にすぐ目をそらしたら怪しいかも,も目が合っててもなんかもうずっとあお互い見続けるってのどうですかね <laughs> でも目をそらしちゃいますよねじゃあちょっと上の方を見がちで是非ちょっと試してみてください続いてメールのテーマですねラジオネームですねゲンさんから頂きましたと今日のメールテーマの「助けてべイさん」ですが 資格試験を受けようと思って勉強しているのですが全く集中できませんミエは集中して勉強するときどんな環境でやっていますかとのことです私はもう普通になんかテレビとかついてる部屋でやりますねいやなんかこう人の声とかがある方が落ち着くのでそうなんかこう一人,人だけの空間とかなんかほんと静かなところ逆に集中できないんですよ 逆になんかガチャガチャしてるとことかなんかちょっと静かすぎないカフェとかの方が私は集中できるしますね、うん、あとは短期集中型なので長い期間で勉強できないんですよ <laughs> だからテストとかもなんかほんと3日ぐらい前からもうなんかもうガッて集中してやるタイプなんでいやほんと1週間前とかでもできないですねなんでちょっと私は なんか人の声とかがあるところでやる方が落ち着くのでちょっと是非是非ねそれが気にならなかったらそう是非カフェとかでちょっと是非試してみてくださいでは続いてのメールのはですね本当にたくさんねちょっといただいたんですけどあトールさんから頂きました今週のメールテーマ「助けてべえさんですがまさにただいまピンチの真っ最中でして先週エアコンが壊れ 全くく冷たたいい風が出ててなくなっししまいました調べてもらったら交換ですねと言われすぐに新しいエアコンを注文したのですが到着はあさっての土曜日につらい暑い日が続いてないのであ幸い暑い日が続いてないので助かってますがジメジメがね毎晩寝苦しさと戦っておりますとのことですあでもなんか届くならもう解決じゃないですか <laughs> 土曜までなんかもうそこはやっぱり扇風機とかでちょっと我慢してもらってでも届くなら解決でしょあと2日我慢すればいいだけですからそうそうでなんかこうお仕事とかだとあれじゃないですか家にいる時間ってそんな長くないじゃないですかそうあだからなんかなるべくもう仕事場にいるみたいな本当になんか寝る時だけに <laughs> 帰ってきて金曜日とかはそうそしたら そうあともう1回我慢すればいいんですよそうそうそうああねいや解決解決そううすぐだからねエアコン基本使わないなえー、すごい私はもう毎日使っちゃいますねもうすぐ6月ぐらいからもう使ってましたね <laughs> いやーでもこれはねあと2日2日我慢すればいいからそうああ解決です <laughs> はいでは続いてラジオネーム3色の船乗りさんからいただきましたさてトークテーマの「助けてべーさん」このテーマが一番悩む <laughs> わらーとのことです悩みがないことが悩みとしか答えようがないとのことですあっでも悩みがないなんてあるんですかね本当にいや絶対悩みの一つがありますよ <laughs> 逆にねこの聞いてる人でいますかね悩みないよみたいな人いるんですかね気になりますね <laughs> いやでもなんかもうちょっとそうなんか大きすぎるのはさすがにねやっぱ書けないですけどちっちゃい悩みとかでもやっぱあるじゃないですかであー悩みしかないとかねそうありますねやっぱり悩みがないこともいいことよって書いてありますね あみみんな悩みだらけですね <laughs> いやーでもね悩み悩んでることも大事ですよ生きていく上でははい <laughs> では続いてとラジオネームミスタさんからいただきましたと今回のテーマ「助けてべーさんですが」最近なかなか仕事が思うようにいかずへこみ気味なのですがべーちゃんだったらどんな 時にどんな風にテンションを上げたり、気持ちを切り替えたりしていますか？とのことです。いや、そうですね。私はでもなんか好きな音楽とか聴きますね。うん、それで。でも結構テンション上がるのでまあ、単純ですね <laughs>。いや、なんか好きな音楽とかやっぱ聞いてこう。自分がなるべくテンション上がるようなことしたり。あと何こうゲームとかそのゲームとか？ なんか一つのことに集中するとやっぱそのことだけをグッて考えられるからなんか私はでも,でもなんか普通のゲームじゃなくてなんか荒野行動とか結構なんかこう打ち合い系の <laughs> なんでなんかこう日常生活じゃ味わえないことをゲームでやると結構スカッとするのでなんかテンションもこう。 だだんだん上がってくるからそうおすす,めですよ、うんでもやっぱ好きな音楽が一番あとはやっぱ食べたりすることかななんかやっぱ食べるの好きなんでどん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 食べちゃいますねうんもうなんかバーってどんどん食べちゃうでもいや食べるのもうん一つの発散方法だからおすすめです <laughs> では続いて ラジオネームさぬきうどん大森さんから頂きましたはいとトークテーマですが23日前に悩み事があったのですがそれが全く思い出せなくて大したことのない内容だったのは確実なのですがもう諦めますベーブル用にネタ帳を作っときますねとのことですわーありがたいですねネタ帳を作ってくださるなんてぜひぜひねそう <laughs> でいやでもなんかこうネタがねそうないのに書いてくれるのも いや嬉しいですよめちゃくちゃ嬉しいですありがとうございますあ,あでもさっきエアコンの話があったじゃないですかじゃそれとちょっと関係してるんですけどラジオネームももさんから頂きましたべいさんこんばんは毎日ムシムシしてますがお元気ですかお元気ですそんな毎日なので助けてべいさんもうエアコンなしではいられなくなってしまいました 仕事から帰ったらすぐエアコンの電源を入れ次の日出勤するまでずっとつけっぱなしです電気代が気になるけど我慢できませんエアコンを我慢する何かいい方法はないでしょうかとのことですいやいやないです <laughs> いや暑さには勝てないですよあでもなんかエアコン でなんかずっとつけてる方がいいらしいですよなんか切ったりつけたりをなんかずっと繰り返してる方がなんか電気代高くなるってなんかテレビで見ましたそうだからあまあ多分3なんかこまめに切ったりすると多分高くなるっていう話だと思うんですけどだからもうなんか切ったりつけたりするぐらいならもうずっとつけてた方がいいと思いますよ <laughs> そうあでもそんなそんな って意外と意外と安いなってなんか1時間ほんとなんかほんとなんかいくらみたいな10円ぐらいだった気がするけどそうだからあでもまあ1ヶ月ってなるとそっか結構高くなりますねいやでもいや我慢してこうねちょっと熱中症とかなって病院行くぐらいならそうエアコンをねずっとつけてる方がそうまあ後々のことを考えると そうやっぱねそっちの方がいいと思うのでもう我慢せずにエアコンはどんどんつけましょう。<laughs> ということでね他にもたくさん皆さんのねお悩みをありがとうございましたーいやーなんかあこんな悩みがあるんだとか今ならではの悩みだなとかそういろいろ思いながらねそう読めなかったここでは読めなかった方の文もちゃんとねそう見ましたので。 いや本当にたくさんありがとうございました。ではここで一曲お届けしたいと思います。ミスタさんからのリクエスト曲です。いや本当ね今にぴったりのとってもね元気になれる曲なのでぜひ元気になれる曲をみんなにも届けたいなと思って選びました。それでは聞いてください。東京女子流で小さな奇跡。 東京樹脂流で小さな奇跡お届けしました東京樹脂流山部美優のドリーミングブルームー続いてのコーナーはじゃじゃんベイちゃんのいい曲じゃじゃー <laughs> はいこのコーナーはですね私がみんなに今おすすめしたい一曲をご紹介するコーナーです今回皆さんにご紹介したい曲はですね二十三の Make you happy です、はい、これはね多分聞いたことある方も多いんじゃないかなと思いますしメンバーとかもそうこの間ねそう「瞳と目踊ってましたね」そうサビの部分をそう踊ってたんですよ。そう <laughs> ですけどそうこの曲を皆さんに今お届けねそうしたいなと思って今回選んだんですけどこの曲はとってもポップでこう難しい言葉が 歌詞にこう並んでないからこそこう歌を聴くとすぐその世界観に引き込まれるしこう歌詞も一つ一つがすごく刺さるんですよそうし本当に M v の世界観もめちゃくちゃゃく可愛いですねいやなんかこんなもう全部のこの世の中にある色が全部その MV の中に詰まってるんじゃないかっていうぐらいポップでいや本当に可愛いのでこう歌だけってよりかは。 ぜひ M.V. で見てほしい曲ですね。なのでぜひね、あの私も後でツイッターの方にこの曲を今回皆さんにご紹介しましたって書くんですけど、二十三のメイクユーハッピーを皆さんに聞いていただきたいなと思ってご紹介しました。以上、ベイちゃんの一曲でした。続いては心理テストのコーナー、イエーイ！はい、このコーナーはですね、ショールームならではの アンケート機能を使った参加型なので皆さんもねぜひぜひ参加してやってみてくださいでは早速いきたいなと思いますいやー心理テストみんな結構好きですよねじゃあそれではいきますねお友達とみんなで肝試しをすることになりましたあなたの一番行きたくない場所は1暗い森2朽ちた建物3 お墓 4. お化けトンネルとのことですそう、お友達とみんなで肝試しをすることになりましたあなたの一番行きたくない場所は 1. 暗い森 2. 朽ちた建物 3. お墓 4. お化けトンネル <laughs> いやー皆さん決まりましたかじゃあそれではアンケート機能スタートしますよよー いやー肝試しねいやなんか小学校の頃しましたねなんかあのー、学習なんちゃらみたいな感じあの泊まりに行くやつでそうなんか夜になんかそう森の中を <laughs> そうなんか肝試しするみたいな企画もあってやったんですよいやもうなんか友達のビビりに毎回ビビっちゃいますね私は <laughs>。 <laughs> じゃあそれではいきますよじゃあ54321終了だん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 はいということで結果は2の朽ちた建物が一番多かったですねそして次に多いのが4のお化けトンネルそして3のお墓で最後が暗い森なるほど。 でも暗い森からね誰か出てくるかもしれないですよ <laughs>。じゃあねということでこの心理テストは何が分かるかと言いますとあなたののの怖いいものがわかるというのですじゃあまず一番多かった2の朽ちた建物を選んだ方はですね心の中の空虚が怖いらしいです。忘れられ,て忘れられてしまうことや 物事が衰退してしまうことを恐れていますということで当たってますかねいやでも忘れられるでもそれはね会ってなきゃ忘れますよね <laughs> 会ってない期間が長いとね私はちなみに2じゃないですねそう私は2じゃないんですけど2の人当たってるかなじゃ次に多かったのが4のお化けトンネルですね私もこれでした そう、結果見る前にこれをね選んだんですけど、私も4のお化けトンネルでこちらはですね。将来への不安が怖いらしいです。<laughs> はい、あのいつでも先が見えないことに恐怖を感じています。とのことです。あーです。って、4の皆さん私もなんですけど。<laughs> いやあ、なるほど。とか当たってるって来てますね。いやでも将来はね。やっぱ先が見えないですから。 そうですよじゃあ続いて多かったのが3のお墓ですねお墓はですねあまり恐れがないタイプです楽しく暮らせればいいくらいに思って生きていますとのことです <laughs> いやでも大事大事いやーでも3がね一番なんか結構今のところねちょポジティブですね <laughs> じゃあ最後1の一番少なかった暗いもを選んだあなたはですね 孤独に恐れています一人になることがとても怖くいつもそばに誰かがいないとダメな人ですとのことですいやそうなんですか <laughs> でもえこれこ一目選びそうですね瞳はもうなんか常に誰かがいないとダメなタイプなので私はもう一人にさせてくれみたいなタイプなので <laughs> 全然平気なんですけどいやどうですか皆さん当たってましたか いやなんかいやこれちょっと面白いなと思って選んでみたんですけど当たってたら嬉しいなと思いますでも心理テストって意外に当たってる当たってるってなり,なりますよね当たってるかなどうですか全然いやあお <laughs> ダメない人だけ当たってる <laughs> できてますねうん当たってないなもう <laughs> いやじゃあちょっと今度ねもう。 当たるやつちゃんと用意しておきますね <laughs> いやー当たってるでもねまあ心理テストなのでそう、まあ、当たってるかもなーぐらいに思っていただけたら嬉しいなと思います。ということでまたねそう月1ぐらいで心理テストのコーナーやってるのでまた8月にやりましょう。<laughs> ということで皆さん参加ねしてくださってありがとうございました。 以上心理テストのコーナーでしたじゃじゃん <laughs> いやはいじゃあねということでそろそろね早いことにお時間が迫ってきましたいや本当に早いですね。あっという間に時間が過ぎていってしまうんですけどじゃあそれではね最後はあの曲をかけながら東京女子流からのお知らせに行きたいと思います。はいい今流れている あらの金箱を含め4曲収録されている私たちのテンサーニバーサリーシングル東京ガールズジャーニー EP がリリースされています皆さんもゲットしてくださってますかゲットしたよ <laughs> ありがとうございますあ、でもまだだよっていう声もありますね <laughs> はい、じゃあねその方はいやちょっといいいいお知らせですよはい あの今ね私たちあのミュウモショップのところであのゲットしていただくと生写真がついてくるんですよしかもあのそれが「a v ブのアイドル夏祭りで」で撮った時のそうカメラマンさんに撮ってもらったちゃんとした生写真付けなのでぜひぜひねあもうゲットしたよっていう方もまだだよっていう方もぜひとっても素敵な生写真ができましたのでぜひこちらの方もよろしくお願いします。パパパチパチチ はい、その他にもねあの今日発表されたんですけどあの7月に延期されていた7月247月257月26日に行うあの定期ライブの方があのまたね延期になったということでもうあのチケットをね持ってくださってる方もねあのいると思うんですけどこう3月とかからね本当に大事に。 チケットをね持ってくださってありがとうございますなんですけどあの延期になってしまったということで今ねあのお手元にあるチケットはねあの、まあ、振り替えでそのまま入れるんですけどあのチケットをまた返すことそう返金もできますのでどちらにせよねあの大事にチケットを持っていてくださいよろしくお願いしますはいそして私は SNS もやっていますははいツイッターはミユ アンダーバー TGSJP ミューアンダーバー TGSJP です。そしてインスタもやっているんですけど、インスタはミューアンダーバー東京ガールズスタイルミューアンダーバー東京ガールズスタイルです。ぜひぜひフォローもよろしくお願いします。そう最近ね、そうフォロワー減っちゃったので、そうぜひぜひ皆さんたくさんよろしくお願いします。ということで。 このの番組のハッシュタグもありますハッシュタグは「ベーブル」全部ひらがなベーブルでつぶやいてくださいはいそう今日はねちょっと最後にお時間を作ったんですけどみんなとね最後にちょっとねお話もできたらいいなと思ってちょっと時間も作らせていただきました <laughs> いやーラジオ配信ということでいやもうね2ヶ月ぐらいそうやらせていただいてるんですけどいやページ数もねそう1冊そうあのー ななくっっちゃって <laughs> そう2冊目に入ったんですけど1冊はちょっと後半の方から書いたんで今2冊目になったんですけどもう2ヶ月ぐらいねやらせていただいてたんですけど皆さんラジオ配信楽しんでいただいてますかねいやぜ,ぜひねあのもっとこうした方がいいよとかそうこうしたらよくなるんじゃないかとかこんなコーナーやってほしいなとかがあったらぜひねあの本当にさっきご紹介したんですけど「#」ハッシュタグ レーブルでぜひつぶやいてねもう遠慮しないでぜひつぶやいてくださいよろしくお願いします <laughs> そういや本当にねいつもちょドキドキするんですけどラジオ配信は本当に1回目も初回の時も今も同じぐらいの緊張感があります <laughs> いやでもねなんかこうショールームの配信のこうラジオ配信だからこそなんかこうやってみんなと最後にね トークできたりなんか本当のラジオとはまた違った感じのラジオ配信をお届けできてるのでそれは私は楽しみながらそうやってますでもねいつかねそういつかこれがねなんかラジオとかにつながったらね面白いですよね <laughs> そういや緊張しますよいや「メンバーに生電話またやって」も来てますね 確かにでもなんかそれは配信でやった方が面白いかなと思っててあの顔が見える配信そうほうがなんかリアクションとかが見えるから面白いかなと思ってるのでちょっとねそう確かに多分もうメンバー忘れてるのでそう忘れた頃になんか再びまたその企画やってみますね <laughs> ありがとうございますあ真夜中のバカ騒ぎ見てファンになりましたわーありがとうございます嬉しいですねいろんなとこでいや知っていただいて 本当に嬉しいです <laughs> いやう嬉しいねまたねいつかごライブとかがねそうできる時はねあの皆さんに会場に遊びに来てほしいなと思いますしまたね配信ライブとかもできるように頑張りますのでその時はねぜひ見てくださいということで東京自主ル山部ミュ悠のドリーミングブルーム次回は7月16日木曜日の22時からお会いしましょうそれでは皆さんおやすみゆー